木曜日、時刻は8時35分ということで、猪狩りののガリーズ夢回復、本日も天獣ベーススタジオより生放送にてお送りいたします。イエーイ。実はですね、あの君ととわりの皆さんがゲストにお越しいただいております。はい、皆さんこんばんは。私たち君ととわりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけで本日も楽しんでいきましょう。それではいきますよ。猪狩りののガリーズ夢計画スタートです。というわけで君ととわにの皆さん、本日もよろしくお願いします。お願いします。まあ、そうですね、あの冒頭で私あのしれっと言っちゃったんですけど、なんと本日から15分枠が拡大しました。おめでとうございます。いや、これもね、本当にリスナーの皆さんの力添えあってこそですね、やっぱりお便りの数ですとか、まあ、皆さんが観覧に来てくれることですとか、まあ、今もね YouTube 盛り上がってますけど、 YouTube のコメントをたくさん流してくださるとか、まあ、そういったことがあって、やっぱ15分枠拡大したかなっていうふうに思います。イエーイ、ありがとうございます。どうですか、今日から枠拡大ということです。なんか意気込みとか皆さんあれば。なんか、いつも、もうちょっと、もっと話したかったって終わってたんで、ちょっと、まだもう長く話せるのが嬉しいです。嬉しいですよね、皆さんもね。いつも途中で帰っちゃいますけど、長く入れますよね。今までよりも長く出させていただけるのですごい楽しみです。頑張ります。よかったらどうぞコメント。よかったら、よかったら。今まではなんか、なんて言うんだろう、ちょっと話し足りない気持ちを15分伸びたことで、ちょっと気持ちをもっと満たせるので嬉しいです。本当ですよね。そうですか。なんか今日はね、そのこれしかいないんですけど、あ、そうですよね。なんか15分拡大したらもっとみんなでわちゃわちゃできるなと思うので、これからよろしくお願いします。あ、そうですね。本来はメンバーと3人いらっしゃるんですよね。はい、今日はお休みなんですけど。はい。もしね、リスナーの方々で今日初めてもし見たよって方々がいらっしゃいましたら、実はあれなんですよ、7人ですよね。7人でフルメンバーなので、7人グループです。よかったらまたね、次回とかも来ていただけるかなと思うので、チェックしていただけると嬉しいなっていうふうに思います。あとですね、あれなんですよ、今日からですね、観覧の皆様に、まあそのスタジオが、スタジオっていうか放送枠がちょっとバージョンアップしたので、観覧の皆様にはこんな感じで可愛いシーマルくんのコースターをプレゼントしていただいております。かわいい、見えますか、映ってます YouTube。 かわいい。で、特典あるんですよね。はい、数枚サイン付きのコースターがあるんですけど、当たった人いますか。結構いる。でもね、今日は当たった方おめでとうございます。おめでとうございます。サインしたもんね。そう、さっきね、サインとコメント隠してもらったので、思い出に持って帰ってくださ、はい。シーマルくんも可愛い、めっちゃ可愛い。このさ、ヘッドホンとマイク可愛い。そう、イエーイ、あとみんな持ってるかな、みんな持ち帰ってください。飾ってください、飾ってください、別にね。これランダムでお渡ししてるのでね、もう7人フル名をコンプリートする勢いで来ていただけると嬉しいなと思います。コンプリートするしかありません。これはコンプリートお願いします。ぜひぜひ、ありがとうございます。じゃあちょっとあれですかね、コメントの方も読んでいきましょうか。始まる前からこれあれですね、皆さん投稿してくださったんですね。ゆうたんまだとか、まるたんまだ、お、帽子が可愛いって来てますよ。あ、今日はニット帽かぶってる。秋っぽく可愛い。秋をイメージして秋だね。ゆうたん帽子似合います。可愛いです。可愛い。可愛い。15分拡大おめっていうコメントをいただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなのおかげです。ね。
まあ、今回はまあ、皆さんの頑張りのおかげもあって15分枠拡大っていう風になりましたけど、まあ、もっともっと盛り上がっていったらもしかしたら1時間放送枠取れるとか、あと今月1回とか月2回ですけども、ちょっとコンスタントにできたりとかいろいろ考えられるかもしれないので、ぜひぜひ皆さん頑張っていただきたいなと思うのと、あとあれですね、実はなんか C-Wave さんの方で月刊 C-Wave っていう、何ですかね、ウェブ広告、ウェブ雑誌みたいのを出してらっしゃるんですけど、そこに結構シビアにですね、順位書いてあるんです、アーカイブ今月の月刊アーカイブ再生ランキングみたいなのがバーバーって書いてあるので、で今多分目指せ200回再生オーバーっていう感じのところで、ね、今前回が170回だったのかな、大体あと30回ってところだったので、おいしい、たくさんみんなこう頑張って見たりとかね、あと、ね、まあ、君とあのファンの方ってもっとたくさんいらっしゃると思うので、あのファンの方々で共有していただけたらいいかななんていうふうに思いますね、はい、うん、お願いします。ちなみに皆さん自分でアーカイブ見返したりとかしてます？はい、結構するなんかこれ映ってんだってなんか話してる時、まあ、結構ここも割と見たりするんですけど、うん、なんか自分が話してるのってあんまり、うん、なんて言うんだろう、客観視みたいな、客観的に見ないから面白いですね。ああ、確かに、うん、いいですよね。なんかアーカイブ見返してもね、自分の喋り方の勉強とかにもね、なるかなっていうふうに思うのであれですか、 MC とかって普段ってなんか見返す機会とかってあるんですか？あ、なんかライブ映像とかは見返して、うん、でもこんなにがっつりトークしてることはライブではないので、だからそれも面白くて自分たちでも見たりしてます。トークスキルってもしかしたら今後ね、バラエティ番組とかね、呼ばれた時にできるスキルになってくると思うので、たくさん挑戦していきたいなっていうふうに思います。はい、頑張ります。頑張ります。はい、頑張っていきましょう。そしたら、はい、もう早速ですけど企画の方に移っていきましょうか。はい、はい、ではお願いします。はい、せーの、ゆめたれコーナー、イエーイ、お願いします。はい、ありがとうございます。前回の企画ではですね、そのまるちゃんの元気で可愛いアイドルになる、みんなにもっと君とあのことを知ってほしいっていう夢のところから、まあ、以心伝心ゲームっていうのを行ったんですけど、うん、今日はまた違うね、お題を皆さんでしていこうかなっていうふうに思っています。今回のお題はですね、ひまりちゃんのかっこよくスラスラ喋るようになりたいっていう夢からこんな企画をご用意しました。どうぞ。せーの、君とはこれって嘘？ハンター？イエーイ。ですね、あのタイトルだけだとあのどんなゲームなのかちょっと分かりづらいと思うので、私の方からルール説明をしようかなと思います。ですね、まあ、皆さんの今手元にですね、もう配り済みなんですけれども、お題が書かれたカードがあります。で、そのお題をまあ、ごめんなさい上から順番にこうパッて取ってってもらって、でそれに対するお題のフリートークを、まあ、各々1分から2分ぐらいの、まあ、ショートのフリートークをしてもらおうかなと思います。でですね、そのトークの内容なんですけど、嘘の内容を交えても大丈夫です。100% の本当のことでもいいし、ちょっとまあ話を持ったりとか追加とかして、ちょっと嘘のエピソード入れても大丈夫です。で、みんなでその話は嘘なのか本当なのかっていうのを当てるっていうゲームをしていこうかなと思います。わー、難しい。難しい。固まっちゃう。まずね、1、2分喋るってのが、そうですよね、うまくできるか。まあこれをね、乗り越えれば皆さん即興トークとかもね、MC でどんどんできるかもしれないので、ぜひぜひ挑戦していってほしいなと思います。はい、ではでは早速やっていきましょうか。観覧の皆様もあの手元にね、丸×シートあると思うので、いやこれは嘘でしょうと思ったら×をめくったり、いやこれは本当っぽいなと思ったら丸をしたりとかしてね、あの参加いただければと思います。あと YouTube であのご覧の方々はね、 YouTube のコメントに丸とか×とかつけていただければ、はい、一緒に参加していただけたら嬉しいなと思います。はい、じゃあやっていきましょうか。ゆうさんがあれですよね、くじでご退席なので、じゃあゆうさんから、おお、はい、いきましょうか。では1枚カードを引いてください。はい、せーの、ババン。おお、何ですか？小学生の時のエピソードを教えます。おお、聞きたい聞きた
い、聞きたい、聞きたい、小学生の時のエピソード聞きたいです。あ、したらいただきますね。ゆうたん一番最近なんじゃない、小学生。全然最近だよね。2年ちょっと前とか。だって2年前ですね。2、3年前。ええー。まだランドセル背負ってたんだよ。君とも入った時だよ。まあ、小学生。そうだ、やばっ。ではでは、まだ割と最近、最近の話というか最近かもしれない。早速ですが、お願いします。はい、私小学生の時は結構平凡な日常を送っていて、特にその中で思い出に残ってるのが、小学6年生の時に仲のいい4人メンバーがいて、その4人でディズニーに行ったことがあったんですけど、小学校その時まさかの天候が雪で、雪、もうディズニーと雪の組み合わせって本当に夢と夢って感じで、かわいい、楽しかったのがすごい印象に残ってます。あ、ありがとうございます。確かにちょっと難しいな、これは難しいです ね。どうだろう、ディズニーが雪なのが嘘なのか何なのかのところが肝ですかね。絶妙ですね。絶妙。じゃあ、ありそうだもん。全然あるよね。でもね、難しい。決まりました。みんな決まりましたか。じゃあせーのでいきますか、はい、じゃあこの話は嘘か本当か、せーの、ドン、本当、丸嘘。お、観覧の方々もほぼ丸で、ま、丸が、お二人だけなんですね。では正解は、正解は丸です。本当にありました。雪だったんですね。めっちゃ楽しかった。あ、楽しかった、よかったよかった。あ、すごいアトラクションとか、ね、いいじゃん、綺麗でした、ね、綺麗でした、ね、わ、幻想的なディズニーの思い出になったということで、ありがとうございます。ただもう順番にいきましょうかね。はい、緊張する。はい、じゃあいきます。私のお題はこちら、実は私〇〇なんです。はい、これは、まあ、いろいろ考えたんですけど、ちょっと昔の話をしようかと思って、あの、私はさすがにゆえちゃんよりは、あの、もうちょいね、ありがとうございます、もうちょい年を取っているので本当に昔、本当に赤ちゃんの時の話なんですけど、うん、私パパがあのキックボクシングのジムを経営してたんですよ、昔で。そこに赤ちゃんの頃から毎週日曜日通ってたんですけど、その時に本当に1歳とかの時に、お母さんが私のことを目を離した隙に、あのゴキブリがいたらしくて、そのゴキブリをわしづかみしてママに持ってったらしいんですよ。で、本当に危なかったのが、それをちょっと食べそうになったらしくて、ちょっとそういう思い出、覚えてないんですけど、お母さんにそうやって言われました。実はじゃあ私ゴキブリ掴んだことあるんですっていう感じで、はい、では どうですか、あり、性格的にありそうですか、メンバーの方から見て。でもまるちゃんも覚えてないってことだよね。確かに、うん、最近は結構虫とかいるとキャーってなってるイメージは確かにあるから、まさかゴキブリを掴んでる、でも赤ちゃんの声だからなーっていうので悩みますね。確かに、じゃあ皆さんそろそろ丸かバツか決めていただいていきますか。難しいな。ではこの話は嘘か本当か、どうぞ。お、あら、お、結構皆さんバツ、バツいないですね。半々ですね。半々ですね。では正解の方をどうぞ。はい、正解は丸でーす。あー、すごい、丸ちゃんの丸だ。丸ちゃんです。丸ちゃん、なんかもう今じゃ考えられないんですけど、うん、昔はちょっとなんか赤ちゃんの時だし、うんうん、けど今考えるとめっちゃゾワってしまう。確かにゾワゾワしますね。ゾワゾワしてる。怖いよね、食べそうになってたんですよ。それは危ない、よかった、食べなくて。食べなくて、食べなくてよかった。よかった、本当に、うん、まるちゃんの強い一面が見れたということで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ続いていきましょうか、どうぞ。はい、ババーン。最近嬉しかったこと、嬉しかったこと、はい、ありがとうございます。
私はですね最近嬉しかったことがあったんですけど、あのひまりん結構洋服が好きで、結構一人でも買い物に行くんですよ、結構洋服買いに、でなんかあこれめっちゃ可愛いってときめいたものがあったんですけど、ちょっと高かったんですよね、私の予算的には。だけどでもめっちゃ可愛いけど、でも次会ってちょっとなんか安くなってたりしちゃったりしたら買おうかななんて思ってて、この間行ったらちょっと安くなってたんで、ちょっと好きなのがお買い得にゲットできたっていう話です。可愛い、嬉しかった、嬉しかった、めちゃめちゃ嬉しいよね。嬉しかったね、嬉しいわ、嬉しかったね。これはいい話、これはいい話だ、うん、やっぱお洋服にお金を使っちゃうタイプなんですか？あ、そうですね、洋服が好きで、なんかこう見るのも好きだし、なんかよく見に行ってます。ひまりんの私服めっちゃ好きで、ひまりんの私服好きすぎてひまりん家にとつってあのひまりんのお洋服展示会みたいな、展示会じゃないけどもらいに行きたい。なんか結構お下がりもらいに行きたいです。メンバーもいつもお下がりちょうだいって言われてて、ちょっとそろそろあの展示会やって持ってきてもらおうかなって思ってます。ひまりフリーマーケットとか、そうですね、ちょっとフリーマーやろうと、よければ皆さんも来てください。私物ゲット、私物ゲットでやばい、お金払うから。大空に勝ってほしい、はい、はい、ではでは、この話が嘘か本当かいきましょうか。難しいなぁ。どうですかね。ではでは行きますか。この話は嘘か本当か、どうぞ。お、ババーン。あ、お、結構割れてますね。メンバーはもうバツが多い感じですね。バツバツ丸。混乱の人は。バツ多い。バツが多いですね。バツ多めだ。ではでは。この話の結果はどうですか。この話はバツです。イエーイ。まあね、あのお洋服が好きで、その見に行って可愛いと思った服があったとこまでは本当なんですけど、あの本当に高くて、あ、ちょっと無理だなってなって、また見に行ったとこまでは本当なんですよ。だけど、安くなってなかったんですよ。だからまだゲットできてないのでバツです。でまだだからね。そう、だから期待を込めてのお話でした。ひまりのね、そう、期待も込めて、今後嬉しくなりたいな、希望が嬉しくなりたい、願いを込めてこのトークにしました。ありがとうございます。ぜひお気に入りのお洋服またゲットしてください。はい、ありがとうございます。ゲットするぞ。ゲットだぜ。行きましょう。はい、お願いします。ババーン。私の治らない癖。気になる。はい、この私の癖は、私の治らない癖はあの私ぬいぐるみがちっちゃい頃からめちゃめちゃ好きで、ちっちゃい頃から結構集めてるんですよ。特に動物のぬいぐるみがめちゃめちゃ好きで、いろんな動物とか、あと水族館行ったりしたら、いろんなその海の生き物のぬいぐるみ買ってもらってて、それを全部ベッドの上に乗っけてるんですよ。盛りだくさん。はい、盛りだくさんです。そのベッドでも、そのぬいぐるみがないと最近寝れなくなっちゃってて、でもまあもう17歳じゃないですか。だからちょっとさすがに、まあ、ちょっとぬいぐるみをどけたいんだけど、ないと寝れないっていう、そういう癖ですね。あ、もうぬいぐるみがないと、だから例えばちょっともうない、例えば遠征とか行ったりそういうお泊りとかした時にないから、もうお友達のぬいぐるみ借りて、もう前にセットしてもらって寝るみたいな。なるほど。こともあって、ちょっとおっと声が上がってます。でもぬいぐるみめちゃめちゃ好きなんで、本当にベッドの上に全部並べて、ね、寝れなくなっちゃうってことがあるんですよ。そろそろ直しないっていう。でも直したいとは思ってます。直したい。これ治らないですか。どうですかね。そうだね。お泊り会とか皆さんでしたりとかします？お泊り会はあんまないんですけど、それこそ。そう、MV 撮影で泊まったりとか、そういうのはあったりしますね、遠征とかで。もしかしたら遠征がヒントになって、俺ぬいぐるみ持ってたかなとか、ありますかね。
まあ、どうですかね。どうですかね。じゃあちょっと予想の方行きましょうか。この話は嘘か本当か、どうぞ。ババーン。ババーン。おあ、メンバーはみんな、メンバーはみんなバツだ。でも観覧の方は3名ね、丸がいますね。あ、ここでちょうど割れてますね。どうすればいい結果ですね。では、いい結果です。この結果はどうですか。ブブー。あー、やっぱりだろうな。はい、これはあのぬいぐるみをそもそもいっぱいうちにあるんですけど、ベッドの上に置いてなくて、あ、なるほど、ね、飾ってます。今はもうただ、はいはい、私のこの治らない癖本当にあって、ベッドその事情で、うん、あのベッド事情でベッド事情で、あの、ね、はいはいはい、治らない癖があって、私お布団をこうわしづかみにして寝ないと寝れないって癖があって、このもう毛布布団掛け布団をもう寒くてもこう掛けてないんだ、もう全部もう抱きしめてというか、こうわしづかみにして寝るないと、まあ、安眠できないっていう癖があって、でも結構これで風邪ひくこと多めなので治したいなって直さないと思っていましたが、暖房とか冷房に頼って、なるほどね、今まで生きてきたんですけど、これからね寒くなっちゃうんで、よかったら抱き枕とか買っていただきたい。確かに、抱き枕デビュー。でも、うん、ぬいぐるみは飾ってます。はい、そうで遠征でね、しーちゃんはもうちょっと早くから寝てましたそうなんです。しーちゃんはね、ほんと早寝早起きで有名なので、早寝早起きでいるおばあちゃん系じゃない、そうそう、なんかあの朝方とかじゃなくておばあちゃん方なんで、しーちゃんはもうやばい、4時とかに起きてる時ある、はい、9時に4時起きみたいなやばい時ありますね。これだからおばあちゃんになった時本当にどうなるのか結構心配なし、ちょっとやだな、逆に夜型になってるかもしれません。もう行き過ぎてやばいです。楽しみです、楽しみ、逆にじゃ楽しみにしときます、はい、楽しみしときます。君とは同窓会とかさったけど、何時に寝てんのとか言ったら最近何時寝てんのって聞いてみたいな、ね、ぜひ可愛いエピソードを聞けてよかったです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや面白かったですね今、うん、コメントとかもしかしたら来てるかもしれないですね。当たったって言ってるね。え、遠征の話が怪しい、やっぱ気づいてる方いましたね。感づいてる人が、なんかね、お部屋にも結構突撃してくるタイプのメンバーとかもいて、もう焦っちゃうとまるちゃんなんですけどで、そのひまりとしーちゃんが同じ部屋で、あのしーちゃんはもう横で爆睡してて、もう私が永遠に2人から話しかけられる。そう、私その日眠すぎてひまりのことをあのちょっと人質じゃないけどちょっとあとはよろしくみたいな、早く寝たくてひまりに2人のこと預けてさっさと寝ちゃったんですよ、はい、そんな楽しい話ちなみに私も多分その時爆睡してた。そうだね、この2人が結構爆睡チームか、爆睡チームりのんちゃんかおしゃれですね、りのんちゃんチーム爆睡ガールですね、チーム爆睡ガール、うん、おリーモンは抱っこして今寝てる。あ、かわいい、かわいい、寝てるの、かわいい。お休みの時間、お休みなの。うどん食べたいさんか、メンバーのぬいぐるみはいつ出ますか。あ、なんかさ、ぬいぐるみキーホルダーみたいに出したい。確かに、ぬいぐるみ欲しい、ね、結構有名かも。ぬいぐるみお願いします。マネージャーさんが今ニヤニヤしてますね。ぬいぐるみ欲しい、本当に。確かに皆さんのね、縫いとかね、できたら、うん、カバンとかにつけたりして、うん、なんかあちこち持ってってもらったり、確かにこうやって写真撮ったりとかしてね、めっちゃいいです。よかったら運営の皆さん、あのご検討お願いします。お願いします。お拍手が拍手が拍手がお願いしますというわけで、そうですね、あ、ゆうさんがそろそろお時間にもなってしまうので、あっという間でした。ゆうさんとめっちゃ楽しかったです。ゆうた行かないでって。そうですよね、うんうんうん、楽しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。また次回もお願いします。お願いします。こちらに奥の方へ。ありがとうございます。バイバイ。ではでは、以上で夢トレコーナーも終わりましょうか。というわけで、以上夢トレのコーナーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。
ではここであの番組へお便りいただいてますのでご紹介していきましょうかね。はい、はい、お願いします。もし今から送りたいよって方いたら、あのコメントでも全然大丈夫なの、はい、あの YouTube のコメントにどうぞ。お願いします。はい、ラジオネームピロシキイガリさん。あ、イガリさん読めないですよね。ちょっと大丈夫です。イガリさん、キミトーちゃん、こんばんは。ガリーズ夢計画放送時間延長おめでとうございます。3回目にしても時間延長、さすがですね。ゆうちゃんがいられる時間も伸びて嬉しいです。これからも楽しい放送が続きますように。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいコメントだ。はい、嬉しいコメント、はい、ありがとうございます。はい、大丈夫です。キムタテラちゃん、ピロスキさん、ナッツを作ってんだろ。ありがとう。こんばんは。こんばんは。すっかり秋になってきましたね。秋といえば食欲の秋。キミトーちゃんがこの秋に食べたい秋らしい食べ物って何ですか？僕はサンマが食べたいです。うわ、サンマいいね。サンマいいな。ありがとうございます。秋らしい食べ物。秋らしいもの。私、今日もうツイート X でツイートしたんですけど、あのマックで毎年出てる三角チョコパイの、はい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 、今年はお芋とキャラメルらしいんですよ、味が、新作が。お芋って、じゃあ私もキャラメルってついてたら何でも食べるのでそう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 、だからもうめちゃめちゃ楽しみで今年は食べたいと思います。三角チョコパイ。そう、しーちゃんキャラメル好きだ。大好きです。キャラメル、あ、そうじゃん、キャラメル好き。でもキャラメル自体はあんま食べなくて、キャラメル味が好きですね。うん、確かにね、そうかも、これもキャラメルは食べない。スタバとかね、美味しい。確かに好き。私はあの舞茸が好きなんですけど、舞茸なんかあの炊き込みご飯とかがめっちゃ好きで、それ食べるといつも秋だなって思うので、ほんまにお願いしたいと思います。ね、食欲の秋だ。いいね。サンマも食べたいです。はい、サンマも食べたいです。ひまりんはやっぱり焼き芋です。あ、かわいい。かわいい。かわいい。そう、ちょっと焼き芋を食べたいです。みんなで焼き芋したい。焼き芋会しようよ。焼き芋会したいです。焼き芋会お願いします。今マネージャーさん見てなかった。焼き芋会お願いします。ひまりんが火起こします。おお、楽しそう。起こせるんですか？はい、起こせるの？火起こせます。じゃあお願いします。じゃあもうお願いします。ひまりんがもう一個あるんですけど、はい、お願いします。ひろすきさん、ありがとう、たくさんありがとうございます。きみとーちゃん、こんばんは。9月8日のワンマンライブめっちゃ楽しかったです。初めての演劇パートもたくさんセリフがあるのに、みんなが流れるように語ってるのを見てすごいなと思いました。新曲もソロ曲も良かった。次はどんなワンマンが見られるか楽しみにしてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、君とはワンマンライブが9月の頭にあったんですけど、なんか初めて演技っていうのをやらせていただいて、ワンマンの中でそう、めっちゃ緊張したよね。もうやばかった、ね、もうなんかリハでさえあの飛ばさないかな飛ばさないかなってすごい緊張したのに、本番になるともうバクバクで結構、もうバクバクしながら歌って踊ってたんですけど、なんとかね結構みんな成功だったんじゃないかな。でも私ファンの人には気づかれなかったんですけど、私のセリフの時音楽のトラブル、ね、てかハプニングがあって、メンバーも私もなんか結構ちゃんと本番突然のハプニングにもちゃんと対応できてたのが、これすごいなって、君とはの、なんて言うんだろう、対応力というか、改めてすごいんだなって思ったので、これからもそれは頑張りたいなって思いました。すごいです。はい、すごかった。はい、なんか思い出あります、ひまりちゃんは。いや、やっぱりソロ曲が、出たんですけど、やっぱもう初めて何の情報もなくソロ曲やったので、みんなも盛り上がり方とかもまだ分かんなかったと思うんですけど、よかったよって言ってくれてとっても嬉しかった。ひまりのソロ曲大好き。もうメンバーみんな踊れるんで、今度は君とあちゃんで披露したいですね。踊りたい、みんなで。そう、なんかラジオも
もね、せっかくこれ YouTube 配信やるので、途中でなんか踊るコーナーとかあってももしかしたらいい。あ、踊っちゃう。今度じゃあ座りながらになりますけど、ぜひ踊らせてください。踊らせてで、ちょっと企画検討していこうかなと、はい、そしたらね、皆さんの曲もね、どんどん配信もしていけるからね、ぜひぜひやりたいなっていうふうに思います、はいはい、YouTube の方読んでいきますかね、うん。あ、芋煮会。おー、芋煮会やりたい。芋煮会。芋煮って何ですか？芋を、なんか、芋を煮る芋を煮る、そのまま。里芋とかですかね。豚汁とかってこと？豚汁みたいな感じの。え、美味しそう。美味しそう。寒い時に。よく学校でやった気がする昔。部活の時とか。部活でやったんですか？あ、部活でなんかもう各部活が集まって、この日は芋煮会っていう。かわいい。何それ、楽しそう。やってました。楽しいです。え、ちなみに何部だったんですか？バレーボール部でした、その時は。かっこいい。いいな、せめて。運動神経抜群ですね。いやお、振り付けレッスンお願いします。やりたいですね、振り付けレッスン。確かになんかせっかく観覧の方もいるんで、一緒に振り付けレッスンとかやろうよ。みんなに踊ってもらおう。踊れるかなチャレンジみたいな、面白いですかね。いいですね。芋煮イコール豚汁の類似。あ、そうなんですね。じゃあ豚汁会ってこと？豚汁会。うちは豚汁好きだよ。そう。冬になるとコンビニにひまりん豚汁。ちょっと豚汁。ちょっと豚汁。ちょっと豚汁行ってくるね。そう。すぐ買うね。冬飲む豚汁美味しいよね。豚汁タイムしてます。今日も食べた豚汁。今日も食べた。今日も食べた。大好き。ね、美味しいよ、ね、ありがとうございますね。 YouTube のコメントもたくさんありがとうございます。ありがとうございます。よかったら番組の最後までぜひぜひあのコメント送っていただけると嬉しいです。というわけであのリスナーの皆様お便りの方ありがとうございました。お便りはですね、はい、あのいつでも募集していますのであの随時送りいただいて大丈夫です。でメールアドレスはですね、千住アットマークシーウェーブドット JP になっております。あの随時お付け付けしてますので、ぜひぜひ送っていただければと思います。以上、お便りのコーナーでした。そうしましたらここであれですね、君とわさんの、あ、君とわの皆さんからの告知があればお願いします。そうですね、しーちゃんの卒業ライブ、はい、お願いします。12月28日にあの朝霞市民会館大ホールであの私の卒業ライブがあります。私12月28日であともう3ヶ月切ってるんですけど卒業ライブがあって、ちょっとあと3ヶ月で卒業って感じなんですけど、まあ、残りの時間を大事にみんなと過ごしたいなって思ってるので、最後までみんなに応援してしに来てくれると嬉しいです。お願いします。お願いします。絶対に絶対来てください。お願いします。なんかこんなライブをイメージしてるとか、今ちょっと話せる構想とかあったりとかするんです？これやってみたいなとか。まだね、始まってはないんですけど、でもなんかテーマが青く澄み渡る世界。そうだね、題名が、うん、なので、青く澄み渡るといいなっていう私の気持ちを真っ青にしてください。真っ青にお願いします。お願いしましょう。ありがとうございます。いつでしたっけ、ごめんなさい。12月28日です。年末ですね。じゃあ、はい、年末はもう君とわさんの皆さんと一緒に過ごしていただければいいかなっていうふうに思います。お願いします。ありがとうございます。あとは先ほどあれですね、ワンマンライブを9月に行ったっていうところで、ちょっとこちらについてね、もうちょっと詳しく話伺っていきたいんですけど、演技をね、挑戦したっていうことなんですけど、ミュージカルみたいな感じですか？そうですね、曲と曲の間に一人語りじゃないんですけど、演技をして、その周りでまた他のメンバーは踊ってるとかいう演出があって、ですか、セリフとかがあったとか。そうです、そうです。なんかセリフを覚えるときに、私こうやって頑張ったよとかあります？もうめっちゃ読む。ひたすら読む。ひたすら読む。なんかもう練習の時間で頑張るとか、なんかそうでも頑張ったんですけど、もうなんていうの、普通に生活してる中でもう頭で再生されるみたいな。本当にお風呂とかでもビビデバビデブーって言ってます。本当にちょっとひまりの明るい感じだったんですけど、お風呂でこう唱えるように。私ももうお母さんの前で
突然いつまで待ったらいいんだろうって言い始めてたので、結構お母さんにもなんかえって感じで見られてたくらい、もうずっと頭でリピートしてました。そうなんですね。なんかここ覚えづらかったみたいなセリフとかなんかあったりします？私と僕っていう、あのなんて言うんだろう、言葉の中に私と僕がたくさん出てきてて、その私と僕の順番がその文中に結構前後してて、先どっちだっけ、私だっけ僕だっけがめちゃめちゃ大変でした。似てるもんね。似ててで私が先の時と僕が後の時とか、僕が先の時と私が後の時が一番辛かったというか難しくて、どっちだっけってなって、でもそれはもう頭に頑張ってインプットしました。すごい。何か苦労した点とかお二人あります？ここちょっと辛かったなみたいな。どうだろうけど、なんか私は初めてだったんですけど、なんかミュージカルって私 そのこれをやるイメージ、前のイメージではもう本当にこんな長いの覚えられないですよみたいな感じ思ってたんですけど、まあ、今回はそんなになんていうんだろう、スラスラめっちゃいっぱいあるってわけじゃなかったけど、結構スラスラ覚えられたかなって私は思います。すごい。そうだからありがとうございます。なんかめっちゃ初めてのことだったんで、けどちょっとやってみたかったって思ってたので、いい経験になったなってすごい思いますね。なんかあれですね、皆さんダンスもすごい上手だから、今アイドルっていう枠ですけど、例えばミュージカル女優さんとかのオーディショントライしてみるとかね、あと逆に映画とかそういう映像作品トライしてみるとかね、今回の舞台を経験できそうですよね。やってみたい。私はあの結構ひまりのところ可愛いテーマのところを担当してて、結構可愛くセリフを言うっていう演技の先生に言われてたんですけど、なんか韓国アイドルが日本語喋って可愛いみたいな感じがいいんだよみたいな話をしてて、あなるほどと思ってと思ってたら、でもひまりちゃんはもともとそうだから大丈夫って言われて、なんではいなそういう話があったので、じゃあ、まあ割とありのままでだけどちょっとこう強弱とかそういう言葉のイントネーションとかで工夫して可愛くできるようにしました。ひまりの可愛い感じ本当に。割とも一生このままで一生これだし、ステージの上でもママの時もこれだったから、もうそのひまりんがなんかいるみたいな、そんな感じだったね。じゃあひまりちゃんのいいところが存分に出た演技だったかなってところですかね。ソロ曲は皆さんおのおのやったっていう感じなんですかね。今二人と今休んで朝一緒にやりましたね。こんな感じのソロ曲なんかポイントとかあれば、私のソロ曲は結構かっこいい感じなんですけど、初めて作詞をさせていただいて、結構ずっとやりたくて、けどちょっと今回お願いしてやらせていただいたんですけど、作詞初めてすぎて最初は何書けばいいかもわからない状態から始めたので結構難しかったんですけど、なんか小説を私よく読むので、いろんな言葉というか、なんか普段思いつかないような言葉も結構知ってたりしてたので、そこから頑張って引っ張り出して作り上げたみたいな感じです。めっちゃ聞いてくださると嬉しいです。ぜひぜひ皆さんどんどんね聞いていただけたらと思います。めっちゃ盛り上がかっこいいし盛り上がるから、まだもっとライブで聞きたいです、しーちゃんのやつ。なんかみんなのその曲良すぎて、私結構全部全員でいつかやりたいなって思うよ。お互いのこうローテで回していくのなんか面白いですよね。あ、じゃあフリフリする。そう、めっちゃいいよね。いつかやりたい。なんか3人とも結構違う感じなんで、全員違うって感じ、面白いの。なんかテーマとか決めてたんですか？この子はこう、この子はこういうみたいな。いや、完全に自分プロデュースっていうか、なんかこういう感じにしたいですっていうのをお願いして。ひまりちゃんソロ曲のこだわりポイントは何ですか？やっぱりちょっと振り付けをさせていただいて、はい、あのでも今回はもうすごいポンポン振り付け浮かんで、なんか普段振り付け作る時にうんってなる時もあるんですけど、今回は割とどんどん浮かんで、もう
結構サクサクと思いついてなんで割となんですけど、ちょっと一部作詞をさせてもらったんですけど、作詞の方が振り付けより何十倍も時間がかかりました。なのでちょっとしばらくはちょっと作詞は大丈夫かなっていう感じ、お勉強中みたいな感じですかね。お勉強中になりますね。でもいいですね、やっぱ振り付けも自分でできますからね、いいですね。めっちゃ大好きです振り付け、ひまりんの。かわいい。YouTube のコメントで、あ、本番に強い君とわちゃんのセリフさすがでしたってコメントいただいてる。ありがとう、ありがとう、嬉しい。いいコメントですね。あ、でもやっぱ卒業しないで、卒業やだっていうコメント。卒業しないで、卒業しないでしまーす。たぶんひまりん泣きすぎて歌えるかちょっとわからない。ひまりん泣いちゃうから。ひまりんは歌ってもらってじゃあ。あ、歌ってもらって。歌います。なんか3ヶ月間、ね、あと残りですけど、はい、なんかやり残したことがないように頑張っていただきたいので、はい、なんか3ヶ月間これを頑張りたいみたいなのってあります？もうファンの方もですけど、やっぱもう2年間とか、まあ、1年間ずっとメンバーとなんて言うんだろう、もう本当に家族よりも長い時間を過ごしてきて、なんか今はもう寂しすぎて、最近なんかメンバーが道端歩いてるだけで写真撮っちゃうんですよ勝手に。もう寂しすぎて、なんかもうなんか何やってても愛しく感じちゃって、全員部が。だからもうなんかそれを克服できるように頑張りたいと思います。あとに克服しなくていいよ。いやでも本当にもうなんか通っちゃうからじゃないと、そうもう毎日そう卒業した後も行くことになっちゃうから。じゃあ今のうちに、今のうちにはちょっと気持ちを整理というか、あとはまあ、楽しむことですね。そうですね、楽しみましょう、一番大事で、みんな笑おうって感じです、うん、ありがとうございます。ではでは、あ、あと4分くらい、あ、3分くらいですかね、終わりということで、ね、告知の方もありがとうございました。というわけで、君との皆さんの本日15分拡大で放送してきたんですけども、いかがでしたか？いや楽しい、楽しい。まず名前方がいい、うん、もうね、名前方がいい、まだまだ喋りたいです。全然しゃべれる。でさっきもあのカードトークしましたけど、やっぱり時間長いとね、皆さんの話もいっぱい聞けるからね、いいかなっていうふうに思いますね。というわけで、あ、次回ですね、10月もう1回放送があります。10月31日も放送あるんですよね。ハロウィン、ハロウィン、ハロウィン、そうだ、もしかしたらちょっと仮装してくれたりとかするかもしれないので、あ、チェキ会とかね、もしかしたらちょっと仮装とかできるかもしれないので、よかったら10月31日も皆さん、はい、お集まりいただけると嬉しいなというふうに思いますね。お願いします。うん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 、仮装とかします？皆さん、いや普段はないよね、あんまり。もうでもメンバーのみーちゃんはよく普段から仮装してて、だからハロウィンは一体どんな仮装してくるのか今楽しみにしてます。ハロウィン会も楽しみということで、そろそろ時間が来てしまいました。というわけで、45分間リスナーの皆様、楽しんでいただけたでしょうか。番組の感想や君とわさんへのメッセージなどは、ハッシュタグガリーズ夢と夢計画でぜひ SNS に投稿お願いします。またこの番組はですね、リスナーの皆様と共に成長していく番組ですので、ぜひ今後とも私猪狩莉乃と君とさんを応援よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさーい。おやすみなさーい。めくまんちな